它的活动就这样子，它是一个活动，这个未来东京是一个活动，它是从今天开始一直到9月21号，就这每个版本内，你要通关三个章节。那第一章节它是在今天开放，你做完就有奖励。然后第二章节是下一周开放，还可以领到这成长密钥。第三章是2周之后开放，是24号，做完之后也有成长密钥的一个勋章。因为它是活动，所以它就有硬币。那有硬币呢，就要做任务。那做任务就跟做成就任务一样。你做完就有奖励啊，还送了一些杜纳斯帽子、披风、点装那些，还有椅子，还有通关椅子。我听说他那个 BOSS 啊有五，首先有5个阶段，然后那机制也很多。他有5个阶段，你打完之后就拿到一个椅子，就这样子。叫那个 BOSS 叫欧比拉是吧？因为尼奥也是很久以前呐，2010年的时候开放过，然后那时候等级不够进不去，那个时候我都没有办法练那么高级，就没法去体验。后来是2012年的时候出了塔拉森林，其实是塔拉森林把尼奥之城的剧情简化了很多，它也没那么复杂。然后塔拉森林关了之后，很久就没有开过了。塔拉森林是在 UNI 的时候，2014的时候关了。它这里有个商店嘛，可以买一些成也加速器、一些箱子，这应该是法芙娜箱子。然后就是那个高科技电光标，就飞翔那种，还有个子弹。飞翔特别希望需要到的一个飞镖，也是没有出很久了，应该。然后这里还有个硬币商店，会买一些成长类的道具，还有成长密钥、魔方、核心之类的。然后后面这一些他说了，其实就是星光交响曲这些东西啊。也就很简单，它是一个活动，然后就是要做剧情，解锁剧情，领取奖励，然后它通过做任务获得硬币，然后用硬币来购买里面的道具，就是每个很简单的一个机制吧。所以那么来看一下这一次的剧情了。它的活动就是直接点灯泡，就马上开始。私の名前はアーシア。ここカメナよりジパングを憂う者です。就他是阿西亚。よくここまで立派に成長しましたね。メイプルアイランドに降り立った頃はまだ幼かったあなたが、今こうして立派に成長して私の前に立っているなんて。ここはカムナ、ジパングの始まりであり終わりの地。私はメイプルワールドから遠く離れた別の次元からやってきた亡命者です。私の使命は力を持つ者、力を持つべき者を見定めること。そして崩壊に向かいつつあるジパングを危機から救える者を見つけ導くことが私の天命なのです。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。私はジパングの誕生を見守った三人の守護者の一人、不老不死の権能により魔法を身につけ、ジパングの守護発展のためにその力を発揮してきました。それではあなたにジパングの真実をお伝えします。ジパングは今より80年後に消滅してしまいます。ジパングは80年後に被毁滅。一つの世界がこの世から跡形もなく消え去るのです。突如時空より現れたうねりに飲み込まれていくジパングを私はこの目で見てきました。高度な技術力によって機械化が進んだ時代ですが、人間に生み出された人工知能の暴走により荒廃した世界、端的に言うとそれがジパングの未来です。未来のジパングの中心は東京です。この頃のジパングでは人工知能とロボットの研究が盛んに行われ、その技術力はメイプルワールドの他の研究機関の追随を許さないものでした。そんなある日、ジパングの研究機関で革新的な人工知能 AI が生み出されました。ジパングの平和の象徴になるはずだった AI、 しかし驚異的な学習能力により自我を得た AI はジパングの民に反旗を翻しました。 AI は自立兵器を生み出して破壊を繰り返し、ジパングを壊滅の危機に陥れました。ジパング防衛軍は配送に配送を重ねていましたが、ジパング技術研究所が開発した電子パルスによる結界で機械兵団を東京に封じ込めることに一度は成功しました。ですが、結界を打ち破った機械兵団によって人類は滅び、やがてジパングの上空に現れた巨大なうねりに飲まれ、ジパングは消滅するのです。そうやって数えきれないほどの試行錯誤を経て、世界を救える唯一の方法を見つけ出しました。それはあなたにあって、ジパングを救う希望の明かりを灯すことです。ええ、アカシアの影響が及ばないあなたにしかできないことです。ただ、さまざまな可能性を検証した結果、間違いないのは、うねりが出現すると世界は消滅するということです。
これで閉ざされたジパングの未来に飛び、歴史に介入できるようになります。早速ですが、あなたに受けていただきたいミッションがあります。心の準備はよろしいでしょうか。たった一つの希望に、みんなの願いを、ジパングの未来を、あなたに委ねます。2100年台场，245级。哦，伤害咋这么高？起来。
知れ。所以这个有可能就是它是临时的活动，但是活动完了就变成一个正式的副本，所以它应该是240多集以上的一个副本，有可能是一个很高级的副本。他应该每一张都会打一个 boss， 像那个港口就打那个大机器。那个 boss 有5个字，我不记得。NSG38，这是他船号。就这个。就是他剧情里面不会去消除其他玩家，就其他同时在执行这段剧情的玩家。准确来讲应该是2010年逆奥之城里面的 boss， 手游也是后来加的。就我以为那些后面的玩家是剧情里面的 NPC， 应该是他没有去消除同时在执行这段剧情的玩家，搞得有点出戏。
他那个字幕消失的时候呀，他有个粒子掉下来，这是他新做的特效。哇哇哇！哇，这是他新做的机制。哦，看一下他怎么搞。起来！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 ようこそ復元！開！起来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 ！就他这个反重力跳跃，有点像苏那个。起来！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 就一段机制没有了。ご無事で何よりです。偽りの歴史を作り出すことで、ジパングは消滅の危機を免れたのです。2095年，たった一つの希望にみんなの願いを。回到了2095年。やめろ、来るな！那个公园里面。マールには指一本触れるな！僕が守る。僕の名前はディーだ。そしてこっちは妹のマール。こんな状況だけどよろしくね。
マイレン。2095年平和公园。这上一次出现这段剧情应该是2021年。然后他把那2021年改成2095年。大丈夫だ。僕たちを守ってくれるの？見ず知らずの人をこれ以上危険にさらすわけにはいかないよ。命を懸けてまで。どうしてそこまでしてくれるの？未来。チレ。秋叶原。亀裂の入った堤防を防ぐようなもので。どうにも避けられないことでした。それだけ歴史改変は危険極まりないことですが、あなたなら収拾できるでしょう。それはまだわかりません。ただ一つ確かなのは、私たちは最善の選択肢を選んでいるということです。たった一つの希望に、みんなの願いを、ジパングの未来を、あなたに委ねます。这是穿越。2102年的秋叶原。
君が使用するその力はこの世界のものではなさそうだな。東京が陥落した後、常人の域を超えた力の使い手が現れ、世界中がざわめいた。なすすべもなくやられる人類を救い、絶滅の危機に瀕するたびに脅威の力で解決してくれる彼のことを人々は守護者と呼んでいる。ここのレジスタンスを含め多くの人々は人間の限界を超えた力でベルガモットを撃退した君を守護者ではないかと期待しているようだが、ポニチャルは君ではないだろうと否定していてな。因为他是剑豪嘛，海丫头。チレ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 なお地方の他那坦克把那高架桥给炸了。卢纳斯，这个过场动画不就是那个艾里戈斯吗？
行為になる。他就发誓举着魔法弹。起立！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 妖骨復元！開！起来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 ！他就用那一招。起来！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 派对，一队友，起来！起过来人，起来！起来！起来！派对。起来！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 他应该是活动里面的争议，地图里面的争议，因为我不可能这么高伤害。起来！起来！那应该毕竟要考虑到有些101级以上的角色来打这边的怪物。彼の名はアルドゥネス・マードレン。かつて私と共に守護者となってジパングの繁栄を望み未来を語った者、そして私の敵として立ちはだかった者です。あなたには知る権利があります。すべてお話ししましょう。ユナス、アシュレイ、そして私、アーシアは世界から特別な力を預かり、守護者として古代ジパングを繁栄させるべく務めました。私は断りました。三つの力のバランスを崩してはいけないからです。力のバランスを崩したらジパングの繁栄のバランスも崩れるはず。それ以降彼女は私たちの時代から姿を消しました。そして見つけました。2102年の東京でアシュレイを見つけたのです。深い傷を負い息も絶え絶えになった彼女は自分の魔法と槍を使って機械兵団と戦っていました。
アシュレイは未来の東京に降り立ち、たった一人で機械兵団と戦っていたのです。アカシアクロニクルの呪縛を断ち切ってジパングを助けようとする彼女の計画は、ジパングを消滅させる高エネルギー体を取り込み、守護者の体内に封印して制御するといった内容でした。さらに守護者の力を使って世界を再生させること。ドナス、阿什雷，还有他，这位叫阿西亚，这三个人都是吉潘谷里面的守护者。阿什雷，どうして全てを一人で抱え込もうとするの？私もジパングの守護者なのよ。ジパングのためなら私の命なんていくらでも。どうしてまともに相談もしないで動いたの？私の持つ不死の力があれば十分に。アーシアの魔法力じゃ心もとないもの。アーシア、私は過去の100年間を数えきれないほどさまよい。千年、いや、何世紀もの時間を繰り返し、1000万以上の未来を見たよ。ただ封印するだけじゃ解決しない。私の役割は、方法を見つけてエネルギー体を封印し、守り抜くこと。アーシアの役割は、私たちを助けてくれる鍵を探し、未来を守ること。これが、私が見つけ出した、唯一の方法なの。協力してくれるよね？私は声を出して泣きました。涙が、止まりませんでした。結局私は、彼女の言った最後の計画に沿って、不老不死の力を与えて、時間跳躍の力を得ました。そして、高エネルギー体が出現し、アシュレイはそれを自分の体内に封印しました。世界を消滅させるほどのエネルギーを封印したまま、抵抗を続けました。彼女は、最後までジパングの守護者でした。でも彼女が言った通り、封印だけでは解決しませんでした。巨大なエネルギーはアシュレイを侵食し、制御が効かなくなったエネルギーはジパングを飲み込み、そうやってジパングは消滅しました。あなたと巡り会える日を待ちわびながら、そして巨大なエネルギーを封印したアシュレイを阻止し、ジパングの未来を切り開いてくれるあなたに巡り会えたのです。巨大なエネルギー体に対抗できるほど強靭で、アカシアクロニクルに拘束されないもの、世界が終末に抗えるように願いの炎を守り抜くことができるもの、あなたこそがジパングの救援者なのです。憎しみの連鎖は止まらないのね、ジュナス。
厳しい戦いになると思います。あなたの無事を祈ります。这么多人，嗯？他应该在讲解这次活动，就他有个超级斗然加速器。这应该是第一章到此为止了。那他这里有，应该是有个传送门，他不然倒到这儿。就第一章应该结束了。第一章要结束了，哦，这个就是他金币商店，他的子弹跟高科技电光标都是一亿五金币，然后这有个加速器，可以买两个，买两个，这是法芙娜，黑色武器的，也是个药水。是他，就你任务获得的硬币拿来买这些药水核心，还有这些徽章。他的徽章也没有说，他们也没有说 你要达到某个阶段他才解锁这样子，他一下子全部把它显示出来。啊，火花，这个工匠之魔方，还有巨匠的魔方，还有那几种。就两个吧，就两个的商店，然后这也是活动里面。哦，就是你做完第一章之后，他可以获得这些奖励，而且他活动硬币是以道具的形式显示，所以这东西不要丢。勋章。他应该还有个打猎的吧？没有。行，那剧情的部分先看到这里了。